はい、皆さんおはようございます。はい、今日はですね、島根観光を3日目の朝でございますね。はい、おはようございます。はい、本日はですね、友達の方のおじいちゃんのね、家に泊めさせていただきました。本当に大変助かりました。本当ありがとうございました。感謝でございます。はい、で今日はですね、最終日なので、今日は鳥取の方にね、ちょっとだけ観光して、はい、帰りたいと思いますので、今日は鳥取に行こうと思います。3日目です。それでは行ってきます。おじいちゃんありがとうございました。とても素晴らしい、はい、ところでした。ありがとうございます。はい、ということでですね、友達のおじいちゃんと一応出ましてですね、鳥取の方に向かいました。でですね、朝ごはんはもう食べないで、本当にもうそのまま、鳥取の方に向かいまして、鳥取の方にですね、スターバックスではなくてですね、砂場コーヒーというね、鳥取にありますね、コーヒー店がありますので、そこで、朝食を食べるということでですね、もう真っ先にですね、島根県の、松江市をですね出てですね、鳥取の方に向かったという形になります。ね、これ映ってるのが、その鳥取の方に向かっている、車窓の景色でございますね。しばしね、景色を楽しんでいただければと思うんですけども、こうしてですね、ところどころ、こうやって風車が回ったりしております。途中ですね、コナンの作者の方のふるさととかね、途中にあったりしてですね、見どころはね、たくさんあるような形にでございますね。近い近い。はい、こういうふうに風車が追い風に当たるからね。ですね、鳥取の方に向かってですね、はい、こちらの写真がですね、砂場コーヒーという鳥取のですね、コーヒー店でございますね。朝ごはんはここで食べました。朝のなんかモーニングセットみたいなのを頼んでですね、はい、こんな感じで、はい、非常にね、美味しい、パンもね、熱っこくてね、美味しかったでございます。それを食べた後、いよいよですね、鳥取砂丘の方に行きました。ここからですね、少しずつ、砂場がね、見えてくると思います。はい、で鳥取砂丘の方に進みました。本当にこうやって砂になってるんですよね。とてもやっぱり今回で風が強くてですね、1月に行ったので、とても風が強くて、ちょっとね、風の音とかも入ってますけども、はい、こんな感じになってますね、鳥取砂丘というのは。広いですよね。すごいな。あちら端っこの方ですね、ラクダがいたりします。風の音がすごく入っちゃってるんですけども、本当にね、砂漠にいるような感じになりますよね。素晴らしいですよね。この丘を越えると向こう側に、海が見えるんですけど、こうやってね、丘をね、今登っているところですね。
上に行くとこ海が見えてきます。切り取ると本当に砂漠にいるかのようなね思います。天気が良くてね最高でございました。風が強かったというだけで、こうやってねラクダさんがねいます。でこの日はね風が強かったんでちょっとラクダには乗れなかったんですけども、まあ、写真撮影とかね撮影だけはやってるという形でございました。でその後ですね近くにあります砂の美術館というところに行きました。ここはですね、まあ、砂のこのこうやってね、アートがね、展示されているところでございます。これはなんかシーズンごとによってこの作品が変わったりするらしいんですけれども、まあ、世界各国のですねそういう砂のアートのねアーティストの方がこうやって作品を作ってそれをまあ展示している場所でございます。かなり細かくね彫り込まれてて、はい、とても皆さん素晴らしい作品でございました。世界各国のですねそういう遺跡とかね遺跡とかそういうところがね、こうやって再現されております。かなり細かく作られておりますよ。こうやってね、説明文が書いてあってどこの国のアーティストの方がこう作ったっていうここにね記されてますね。これはことハタンって書いてありますね。すごいです。本当にねその場にいるような感じになりますけど、ぜひね、鳥取砂丘だけじゃなくてね、この砂の美術館っていうのも見てみると、このアートがね、素晴らしいので、はい、ここはおすすめでございます。街の中に入れるみたいな感じになる。これ、人がスーッと入るような。すごい、すごいよ、周りに。タージマハルですね、今正面に見せたのは。かなりすごいですね。成功に使われております、うん、皆さんも行ってみてください。砂の美術館でございます。
砂の美術館の一部分が展望することができますので、おすすめでございます。その後ですね、また鳥取のですね、空港近くのですね、境港というところに行きまして、そこにですね、水木さんのしげるロードってね、北郎ロードというのが、はい、水木しげるロードというのがありますので、そこもうちょっと見てきましたね。記念館とかもあったりするので、ゲゲゲの鬼太郎のね、通りになってます。見てみるといいと思いますよ。鬼太郎神社ですね。ここは境港でございます。境港はですね、あとはカニが有名して松葉ガニというのがあるんですけど、お昼をね、松葉ガニを食べたんですけども、そのカニのね、こうやって市場があります。自分はもう午後ね、もう飛行機に乗る前に行ったんで、もうカニはいないですね。これ朝ね、朝早く行くと、まあ、カニがね、こういっぱい並んでですね、にぎわってる風景が見れる市場でございます。はい、どんな感じでですね、鳥取、島根鳥取のですね、3日目の旅行の様子をお届けいたしました。またですね、次回も動画を上げていこうと思いますので、また皆さん次回でお会いいたしましょう。それではありがとうございました。バイバイ。